パリ五輪のサッカー男子日本代表は22日、1次リーグ D 組初戦のパラグアイ戦24日に向け、ボルドー市内の試合会場を視察した MF 藤田ジョールチマ首相、シント・トロイデンらがピッチの状態を確認、この日から練習に合流した MF 上中朝日、横浜 F、マリノスらバックアップメンバー3人を含む全22選手で記念撮影。